である馬名の意味は、歴史の。主な勝倉は2012年の毎日倍。11月13日に、京都競馬場の芝2000メートルの新馬戦で、福永雄一を安城にデビューし、単勝2番人気に支持された。スタートでやや出遅れるも、直線でバグンを割って、差し切り優勝した。自走のエリカ賞で、単勝1番人気に支持されたが、ビルシーナの5着に敗れた。 初戦の副受走特別で安藤勝美に乗り換わった。レースでは、後方から追い込むも前が残る展開となり4着に、敗れた。自走の木更木賞では、この競争も道中は後方を追走し、上がりサンハロン32秒8の末足で追い上げるも、直線で先に抜け出した、ワールドエースを捉えきれず一番新反差で敗れた。なお、この競争では、ディープインパクト3区が、 上位3頭を独占した。自走の毎日杯では、単勝一番人気に支持された。道中、集団からやや後ろの位置でレースを進め、直線では、前が開かなかったもののを外に持ち出すと、一気に据え、足を伸ばして、先に抜け出したマウントシャスタを捉え、最後は4分の3馬審査をつけ優勝した。クラシック第1弾のサツキ賞は回避し、 日本ダービーに出走したが終始後方追走のまま18着と、との負けに終わった。休み明けとなった神戸新聞杯は、距離が長かったこともあり7着。10月28日のカシオペアステークスでは一番人気に押されたもののリルダバルの4着に敗れた。年末のチャレンジカップは12着と大敗し、この年を終える。指導戦となった六甲ステークスは惜しくも3着。 続く、宮古王子ステークスは7着に終わる。その後、準オープンに高級祝月の東海帝王の追悼競争として開催された西宮ステークスでは、後方追走から直線外から追い込んで1年半ぶりの勝利を挙げた。しかし、その後は勝ちきれないレースが続いた。6歳初戦の大阪城ステークスは、後方3番手から直線で、馬場の真ん中を割って、 足を伸ばし西宮ステークス以来の勝利を挙げる。続く、六甲ステークスは、後方から追い上げるも3着、マイラーズカップは12着に終わる。その後、福島テレビオープンは、後方から追い込むもサクラールディートの首差の2着。10月のアイルランドトロフィーは、後方追走から直線抜け出すと、最後は、ライズ・トゥ・フェイムの追撃を半馬心尻溶け5勝目をマークした。 しかしその後は勝ち星を挙げることなく2017年11月の福島記念3着を最後に現役を引退した。引退後はイーストスタッドで種ボバとなる。ありがとうございます。